法律協会外国人会員。現在はデンマークの南デンマーク地域に属するトゥナーにキンサイク氏の家に生まれた。トゥナーの物理学者ダークスに認められて、コッペンハーゲンの天文学者、ハインリッヒシューマッハの助手として天文学の仕事を始め、デンマークをフレデリク6世の地域を得た。1821年から1825年の間、 ハンブルクイコールアルトナの観測所で働いた。その後、ゴータのゼーベルク天文台の所長を務め、天体力学の分野で研究し、木星と土星の相互の接動の研究で、1930年にベルリンアカデミーの賞を受賞し、水星の軌道の変動の研究で1850年、パリアカデミーの賞を受けた。最もよく知られているのは、月の運動に関する研究で、 月の運動の変動に小さいズレを発見し、月の重心のズレで説明した。1857年に発表した月計算表は高い評価を得て長く使用された。1842年と1860年に王立天文学会ゴールドメダルを受賞し、1850年には王立学会のコプリメダルを受賞した。ありがとうございます。